UEFA チャンピオンズリーグ2019-20、準々決勝バルセロナ対バイエルンは、2020年8月14日、ポルトガル・リスボンのエスタディオ・ダルスで行われた FC バルセロナと FC バイエルン・ミュンヘンによる UEFA チャンピオンズリーグ2019-20の一発勝負形式での準々決勝。バルセロナが 2-8 という大差で敗れ複数の不名誉な記録を打ち立ててしまったため、この試合をバルセロナ側の視点に立ちリスボンの悲劇と呼ぶこともある。両チームともにビッグイヤーの永久保持を認められている、6クラブに含まれている欧州随一の強豪で、ファンも数多く存在するビッグクラブであるが、バルセロナはトレブルを達成した2014-15シーズン、バイエルンもトレブル達成の2012-13シーズンを最後に優勝は愚か決勝にすら進めていない状況にあった。両者はこれまでチャンピオンズリーグで8度の対戦経験がある。初対戦は1998-99シーズングループリーグで、この時はバイエルンがホームで 1-0 アウェーで2-1と2戦2勝した。以降はすべて決勝トーナメントでの対戦であり、2008-09シーズンは準々決勝で対戦。この時は本拠地カンプノウで4-0と圧勝したバルセロナが敵地での第2戦を1-1でしのいで合計スコア5-1で、ベスト4に進んだ。2012-13シーズンは準決勝で対戦し、バイエルンがホームで4-0、アウェーで3-0の合計7-0のスコアでバルセロナを粉砕。最後の対戦は2014-15シーズン、準決勝で、この時も本拠地、カンプノウで3-0と圧勝したバルセロナが敵地での第2戦は2-3で敗れるも合計スコア5-3で決勝へ駒を進めている。なお、両者が決勝トーナメントで対戦した場合、勝ち進んだ方のチームはすべてその年にトレブルを達成している。両チームともシーズン途中に監督交代を行っている。バルセロナはスーペルコパデエスパーニャ準決勝でアトレティコ・マドリードに逆転負けを喫したことを契機にエルネスト・バルベルデを解任、後任にキケセティエンを招聘した。バイエルンはリーグ戦での不振によりニコ・コバチを解任し、アシスタントコーチのハンス・ディーター・フリックが暫定で指揮を取っていたが成績が好転したため、そのまま正式監督となった。バルセロナはグループ F にて、ボルシア・ドルトムント、インテル、スラビア・プラハと同組となり、4勝2分無敗で首位通過。ラウンド16では SSC ナポリと対戦し、敵地での第1戦を1-1の引き分けで終えると、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い第2戦が延期となった。バイエルンはトッテナムホットスパー、オリンピアコス FC、ツルベナズベズダと同居するグループ B で6戦全勝し、首位通過。ラウンド16でチェルシー FC を敵地で3-0と粉砕したところで、こちらも第2戦が延期となった。延期となったまま2020年6月17日に UEFA が大会フォーマット等の変更を発表し、準々決勝以降の試合がリスボンでの集中開催、一発勝負となることが判明。7月10日の理事会において、延期分は8月7、8日に開催することが決定。同時に準々決勝以降の対戦カードを決める抽選会も行われ、準々決勝でバルセロナ対ナポリの勝者とバイエルン対チェルシーの勝者が対戦することが決定した。そして両者とも8月8日に第2戦が行われ、バルセロナはホームでナポリに3-1で勝利し2戦、合計4-2として勝ち抜け決定。バイエルンもホームでチェルシーに4-1で圧勝し、ベスト8進出を決めた。バルセロナは、リオネル・メッシとルイス・スアレスが2トップを組む4-3、1-2。ラウンド16第2戦からは、先発を1名変更し、トップ下がアントワーヌ・グリーズマンから古巣対戦のアルトゥーロ・ビダルとなった。一方バイエルンは、ラウンド16第2戦から、先発変更なし。フォーメーションも全く同じ4-2、3-1で、スタートした。開始早々の4分、左サイドのイヴァン・ペリシッチからクロスを受けたトーマス・ミュラーがロベルト・レバンドフスキとのパス交換から左足でシュートを決めてバイエルンが先制に成功した。しかしバルセロナもすぐ反撃に出ると7分、クレマン・ラングレのフィードに左サイドバックのジョルデ・アルバが抜け出し、中央のスアレスへ折り返すと、戻りながら対応したダビド・アラバがクリアしきれず、OG となって同点に追いついた。すぐ追いつけたことで勢いづいたバルセロナはその後も、攻め立て、9分には、ネルソン・セメドのスルーパスに反応したスアレスが GK、マヌエル・ノイアーと1対1となるがノイアーの好セーブに阻まれ、これで得た CEK からメッシのクロスが左ポストを直撃する。その後はバイエルンも徐々に落ち着きを取り戻すと、21分、高い位置で、セルジュ・ニャブリがボールを奪って、左のペリシッチに預ける。ペリシッチがそのままエリア内左に侵入して、左足を振り抜くと、ゴール右へと決まって、勝ち越しに成功した。これで、本来のプレーを取り戻したバイエルンは27分、レオン・ゴレツカの浮き球のパスに反応したニャブリが、裏へ抜け出し、ハーフボレーで GK マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの牙城を破りリードを2点に広げると、さらに31分に右サイドからヨシュア・キミッヒの高速クロスをミュラーがワンタッチで合わせて4から1とした。その後はハイプレスとハイラインを徹底するバイエルンがバルセロナに自由を与えることなく、前半は終了。4から1とバイエルンリードで折り返した。後半からバルセロナはアントワーヌ・グリーズマンを投入し、反撃を狙うも、コンパクトにラインを高く保ち、連動したプレッシングを行うバイエルンがバルセロナを圧倒する展開が続く。それでもバルセロナは57分、中盤まで降りたメッシからジョルディ・アルバへ、ロングパス。これで、高い位置までボールを運ぶと、折り返しを、バイタルエリアで受けたスアレスが、シュートフェイントで、ジェローム・ボアテングを剥がして左足シュート。これがゴール右に決まってバルセロナが1点を返した。しかし63分、バイエルンは左サイドバックのアルフォンソ・デイビスがセメドを完全に振り切ってエリア内奥深くまで侵入すると折り返しをキミッヒが押し込んで5点目を挙げる。バルセロナは新星アンス・ファティを投入してなんとか反撃に出ようとするも状況は変わらない。逆にバイエルンはバルセロナからローンで加入していたフィリペ・コーチーニョを投入すると、82分にそのコーチーニョのクロスをレバンドフスキが頭で押し込んで6点目。さらにコーチーニョは85分にミュラーのパスから得点を挙げると、89分にも至近距離から左足で蹴り込んで追加点を挙げ、試合終了。バイエルンが 8-2 でバルセロナを粉砕し、ベスト4進出が決定した。バルセロナ V バイエルンミュンヘン勝利したバイエルンは、準決勝でオリンピックリヨンを 3-0、決勝もパリ・サンジェルマン FC を 1-0 で破って7年ぶりのチャンピオンズリーグ優勝を達成した。さらにリーグ戦も盛り返して優勝、DFB ポカールも連覇したため、トレブルを達成した。敗れたバルセロナは今シーズンが終了。リーグ戦は、レアル・マドリードの後陣を廃し、コパデルレイはベスト8止まりであったため12年ぶりとなる無冠でシーズンを終えることになった。試合の4日後、セティエン監督は解任された。バルセロナが決勝トーナメントで3点差以上で敗戦するのは、これで4シーズン連続となる。特に2017から18シーズンと18から19シーズンと2年連続で3点のリードをひっくり返される屈辱的敗退を喫していた。矢先でのこの敗戦で、ファンだけでなく、選手も大いに、ショックを受け、DF ピケは、必要があるなら、僕が最初に出ていくと退団覚悟で、クラブに改革を求めた。主将のメッシは、シーズン終了後に退団を希望し、ジョセプ・マリア・バルトメウ会長と衝突、騒動となった。この試合を、ドイツ代表が 7-1 で、ブラジル代表を粉砕した2014年のミネイロンの、惨劇と比較する声もある。この試合に出場した選手のうちでは、ミュラー・ボアテング・ノイアーの3名が、ドイツ代表の選手として、当時の試合にも先発出場している。またフリック監督も当時は、ドイツ代表のアシスタントコーチとして、試合に関与している。両方の試合で先制点を記録しているミュラーは2試合を比較するよう求められ、ブラジルでは今日僕らがやったように試合をコントロールすることはできなかった。今日は自分たちのスタイルで対戦相手を支配したかった。そして容赦ないほどに支配することができた。と手応えを口にした。バルセロナ2-8バイエルン、レコード、ブレイキングウィンフォーランパントジャーマンズ。ユニオン・オブ・ヨーロピアン・フットボール・アソシエーションズ https www.uefa.com ユーフィチャンピオンスリーグマッチ203-146ポストマッチレポート2020年8月24日閲覧森田靖バルセロナ2-8リースボンの悲劇と救世主メッシの限界セティエン監督の失敗サッカー批評ウェブ2021年3月12日閲覧 uefa.com バイエルンバルチェローナアイプレサデンティ uefa.com 2021年2月27日閲覧エルネスト・バルベルデ契約終了で合意 www.fcbarcelona.jp 2021年3月12日閲覧新監督、キケサティエン。www.fcbarcelona.jp。2021年3月12日閲覧。uefa.com。チャンピオンズリーグ2レジューム17オーガスト。uefa.com。2021年3月12日閲覧。uefa.com。オールオブディスウィーク SUEFA マッチズ。ポスポンドインサイド UEFA、uefa.com、2021年3月12日閲覧、uefa.com、バルセロナバイエルン2020ヒストリー、UEFA チャンピオンズリーグ、uefa.com、2021年3月13日閲覧、ブリリアントバイエルンプット8パストディーレバルセロナ。BBC スポーツ https://www.bbc.co.uk/スポーツ/football/537455812021年3月13日閲覧バイエルン社用のバルサを蹂躙ミュラーこのインテンシティだナンバーウェブナンバー2021年3月13日閲覧フルタイムサマリークォーターファイナルズバルセロナ V バイエルンミューニック UEFA.com ユニオン・オブ・ヨーロピアン・フットボール・アソシエーションズ2020年8月14日閲覧ベニューズ・フォーラウンド・オブ・16マッチズ・コンファームドユニオン・オブ・ヨーロピアン・フットボール・アソシエーションズ https www.uefa.com インシュディネーファミリサーバスメディアリリーシズ、ニュース、025F-0FD8A39、D484 から116 D3 ビット4051、D6 から1000、2020年7月10日閲覧。AB、タクティカルラインアップスクォーターファイナルズ、フライデー14オーガスト2020、uefa.com。ユニオン・オブ・ヨーロピアン・フットボール・アソシエーションズ2020年8月27日閲覧 ABC チームスタティスティックス uefa.com ユニオン・オブ・ヨーロピアン・フットボール・アソシエーションズ2020年8月27日閲覧バルカザック・セチエン・アフター・バイエルン・デフィートBBC スポーツ https://www.bbc.co.uk/スポーツ/football/53786886802021年3月13日閲覧最悪の敗戦にピケバルサには変化が必要血を入れ替えるなら僕が最初に出ていくゴール .com www.goal.com2021年3月13日閲覧。ブラックム、ダニエル、ライオネル・メッシアージド2クイット、バルセロナアフター8から2バイエルン・ミューニックドラビング、ビッグクエスチョン、エクスプレス .co.uk、2021年3月13日、閲覧。メッシ S バルセロナハートブレイクリビールド、from his son, Estiers, to refusing to go to trial, full truth behind brutal, transfersaga.goal.com www.goal.com 2021年3月13日閲覧。図解、時系列で見るメッシのバルセロナ退団騒動。www.afpbb.com 2021年3月13日閲覧。ミネーロンの惨劇を指す、バルサを容赦ないほど支配したミュラーが伝説の圧勝劇、ミネーロンの惨劇と比較。www.football-zone.net 2021年3月13日閲覧。ありがとうございます。